フォルスタッフ・サージョン・フォルスタッフは、ウィリアム・シェイクスピアの作品に登場する架空の人物。言語によっては、ファルスタッフとも、太平肥満の老騎士。臆病者で、戦場には、ビリッカス、大酒飲みで豪欲、狡猾で高職だが、限りないウィットに恵まれ、時として深遠な傾向を吐く、憎めない人物として描かれ、上演当時から現代に至るまでファンが多い。 シェイクスピアの生み出した数多くの劇中人物の中でも劇を飛び出して生きた息子は二人だけだと言われている。ヘンリー四世では春王子の宝刀仲間として登場するが第二部の最後に即位してヘンリー五世となった王子に追放されてしまう。続編のヘンリー五世では追放後間もなく失意の中で死んだことが仲間の口から語られるという形で紹介される。 もっとも、このような、フォルスタッフの、殺害については、当時から、人気の高かったフォルスタッフを勝手に登場させた、戯曲などがまかり通っており、シェイクスピアは、そのような事態を防ぐために、自らの、息子を死んだことにして守らなければならなかったと、言われている。イングランド上、エリザベス一世がフォルスタッフを体操、気に入り、彼の恋物語が見たいと所望したため、 シェイクスピアはホルスタッフを主人公としたウィンザーの陽気な女房たちを描いたという説もある。同作では勝手な思い込みから二人の夫人に恋を仕掛ける愉快な公職官として描かれている。ヘンリー5世の名優であったジョン・オールド・カースルがモデルとされている。初演時に名前をそのまま流用すると子孫から抗議を受けた。そこで、やはり実在の人物で、 ヘンリー6世にも登場するジョン・ファストルフの性を綴り替えたフォルスタッフという架空の性を想像した。上記3作を直接元にしたもののほか、ヘンリー5世に基づく作品にわずかなシーンだけ登場させたものもある。ありがとうございます。